バファローズ対埼玉西武ライオンズのゲームを解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためには、バッターヒット上がった、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている坂本、ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上田島、そしてキャッチャーは森。このバッテリーを初球センターに抜けました。バファローズピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには堂林が入っています。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まず当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですね。初球ボール、ナイスボールですね。はい、アウトコース変動するんでしょうか。まあ、インコースを詰まらせるか、もしくはアウトコースを泳がせるか。バッター中村、三塁そのまま入ってフォースアウト。さあ、そして打席には柳田が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、ピンチは続きます。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えて打ちました。取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。さあ、これからライオンズが守備につきます。そしてマウンド、バッターは栗山、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ここはフライになっています。取ってワンアウト、打ちました、流しました。打球はレフトへ、この球わずかに外れてボール。アウトコース、これはサードライナー。9回を迎えています。小宮山さん、ここはしっかり抑えていきたいですよね。最後まで目を離せないです。初球ヒー、打球はセンターへ、ここは打ち上げています。打席には6番バッター中村、4球目は何で来るか。バッターライトライナー、インサイド打ち上げました。センターだけ伸びる、ここはフライになっています。2回の裏になります。さあ、バファローズ、この回は4番から始まります。中村が打席に入ります。打った、ワンバウンドヒットになった、左中間へのヒット。バッターボックスは5番マッカーシー、ヒットでランナーを1塁に置いています。まずはアウトコース、そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに、ライトへ、ここはフライになっています。ライトフライ掴んでアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。打順は6番岡、ワンアウトになっています。レフトに持っていく、取った、取っています。バッターボックスには代打の松山、ツーアウトになっています。さあ、まず1球目、初球空振りです。2球目は何で来るか、右中間へ持っていった、ワンバウンドヒットになった、ファーストランナーセカンドキャッチャー、バッターボックスには代打の青木、ツーアウトながらランナー三塁一塁、ふわふわっと上がった、ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト、サヨナラはなりませんでした。ランナーを置いて迎えるバッターは桑原、バファローズ。さあ、里崎さん、先制がかかる場面、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ、ただここはきっちり抑えることで相手の勢いを止めることにもつながると思いますね。なるほど。さあ、しっかり抑えていきたい。まず大きく外れてボールになりました。引っ掛けさせようかというボール、ここはゴロを出したいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。右中間へ、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになった、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、ライオンズ均衡を破りました。里崎さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、相手が勝負に来てますからね、ここはしっかり抑えていきたいですね。そうですね、バファローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのはストライク取ってきましたね。そうですね、里崎さん、ふわふわっと上がった、ここはフライになっています。取ってアウト、ワンアウトランナー三塁二塁です。ここは見極めました。いい当たり、ワンバウンドヒットになった、セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。
ライオンズ追加点を挙げました。3対0。センターへ持っていった。センターが残っています。ここで拾う。また初球抑えた。一塁送球、一塁アウト。これで3アウト。バッターは9番に入っている堂上。バファローズビハインドで迎え、外抜けた。セカンドランナー帰れば2点差。ピッチャーが変わります。満塁。外のボールを意識させたんで、次は思い切ってインコースを攻めてもいいですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。いや、アウトコースですね。うちのボール打った。ライン際を破りました。二塁ランナー三塁を回った。サードランナーがホームに帰ってきました。ご覧いただき危なかったですね。長打にね。うちのボール打っていった。掴んでアウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。増えました。あ、やはりフォアボール外れて、フォア。さあ、そして打席には中村が入ります。いいバッターが続きますから、ここは勝負どころですね。3球目しっかり捉えた。さあバックホームするか。さあ同点のランナーがタッチアップ。ボールは中継。サードランナーホームイン。うちのボール打った。この打球は落ちるか。最後は外野フライ。掴んでアウト。これで3アウト。最後よく追いつきましたが、サヨナラはならず、試合終了です。ゲームは引き分けながらも規定により。オリックスバファローズ対横浜 DeNA ベイスターズのゲームを、解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしく。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね。打ちました。中村一塁へ。アウト。ここは送球が間に合っています。バッターは2番に入っている外。噂はまずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上上沢、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。打ちました。取りました。ツーアウトになりました。バッターは3番杉本。ツーアウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。打ちました。ファーストが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。さあこれからベイスターズが守備につきます。バッターは栗山。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。最初は変化球できました。ボールになります。ここは狙っているボールが来たらフルスイングでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。高めギリギリです。ワンボールツーストライク。バッター外、一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている森。森もまずは先頭バッターを打ち取っています。ストライク。初球ストライク。次が2球目。打った。伸びていく。どうだ。入りました。ホーム。最初は変化球できました。改めてお聞きしますが、この吉田どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうです。インサイド落ちました。この打球はうまく引っ張った。打球はレフトへ。この打球はフライになっています。試合は最終回まで来ました。追いかけるベイスターズの攻撃。バッターボックスは4番マック。バファローズ1点リードで迎える最終回です。これが1球目。4球目は何で来るか。バットに当たりません。三振。まず1つアウトの時、キロを超えてきます。インサイド落ちました。ピッチャーが取る。アウト。2アウト。バッターは DH。 三振になります。試合終了。なんとなんと見事な完全試合を成し遂げました。オリックスバファローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。終わってみれば